ゲストハウスくらい俺たちだけでも行けるってのに。いいんだぜ、シャノンちゃん、戻って休んでてくれよ。いいえ、お送りするのも仕事ですので。親族会議中はうちのお母さんとかゲンジさんもピリピリしてるからな。下手に私たちが気を利かせるとシャノンがサボってると勘違いされちゃう。そうだね、素直にお世話になった方がむしろ迷惑をかけないだろうね。ありがとう、シャノン。いいえ、確かにお嬢様のおっしゃられます通り、今日のお屋敷はピリピリしています。だから私も皆さんとご一緒して外の空気が吸えるのでちょっと肩が楽です。親族会議か、わざわざ俺たち子供を追い出すくらいだから相当たちの悪い話をするんだろうぜ。だろうね、僕たちはきっと何の力にもなれない。せめて邪魔をしないようにするのが一番の協力だと思うよ。どうせまた金金金って話だろうぜ。普段散々金持ちだと吹聴してるくせに、いざとなったらもったいぶりやがる。パーッと気前よくみんなで山分けすりゃいいのによ。そりゃ豪快な話だぜ。俺にも分け前がもらえりゃいいのによ。もし俺にももらえたら、その時はシャノンちゃんにも分けてやるからな。どうもありがとうございます。お気持ちだけで嬉しいです。シャノンは欲がないね。年頃の女の子なら買いたいものがいっぱいあるだろうに。そうですね、でも私欲しいものの中にお金で買えるものがありませんので。ヒュー、無欲だな。俺なんか欲しいもん全部並べたら金がいくらあっても足りねえぜ。お金で買えるものにはだぜ。シャノンの言う金で買えない欲しいものって何かな。ジョージ兄さんは心当たりある？さあなんだろうね。シャノンじゃないとわからないね。あ、私にもわかりません。ジョージの兄貴は俺にとっても尊敬できるお人だ。シャノンちゃんは本当にいい人と巡り会えたと思うぜ。だな、私もジョージ兄さんなら安心してシャノンを任せられるぜ。からかうのはよしてくれよ。僕たちにとっては真面目な問題なんだ。それよりジェシカちゃんの方だってどうなんだい。カノン君と少しは仲良くなれたのかい。お前カノン君とそういう仲なのかよ。汚いぜジョージ兄さん、そういう話の切り返し方は汚いぜ。しかし驚いたな。まさか本当に爺様が登場するとは。なるほど、これが魔女の反撃というわけね。金蔵というジョーカーはもう少し伏せていたかったところだが、そろそろ切るのが頃合いであろう。切り札は切るためにある。くそ、
じい様は最初から死んでて、その代わりに謎の18人目が紛れ込んでるっていう俺の推理は、ここに来ていきなりバッサリってわけか。いつかはそなたが金蔵を疑いに来ることは読めておったわ。さあさあ、これでそなたの推理は再びゼロに戻ったぞ。金蔵は最初から死んでいて、その代わりにわらわが18人目として紛れ込んでいたという推理はこれでパーだ。くそー、だがくじけねえぞ。一つの推理が外れただけだ。嵐のように、暴風のように襲いかかってやる。そうでなくてはな、そうでなくてはな。まだまだ第一の晩餐始まっていないぞ。屈服にはあまりに早すぎる。そうね、そして赤き真実で否定されたわけでもない。今この瞬間の時点でまだバトラの説は破られたわけではない。勝ったつもりになるのも早すぎるわよ。そうだな、確かに。あっさり鵜呑みにするにはまだ早いな。爺様がいよいよ登場するということにはなってるが、やっぱり体調が悪くなった云々言って現れない可能性だってある。爺様は本当は死んでいるという事実をクラウスおじさんがギリギリまで苦し紛れで引き伸ばしているだけかもしれない。なるほどなるほど、そういう考え方もあるか。好きにするがよい。すぐに決着する。すぐにな。どうか。ええ、マリアは傘をくれた人物をお父様だというのよ。なんちゅうことや。ということはつまりわしらの作戦は根底から崩れたっちゅうわけか。作戦も何もお父様が健在で自ら発表があると言った以上、もう兄さんとのくだらない駆け引きは一切不要だわ。だな、クソ親父め、もったいぶらずにとっとと現れてくれりゃよかったんだ。おかげで俺たちは兄貴と無駄に揉めただけだ。それを試したかったのかもね。血のつながってない私が言うのもなんだけど、あなたたちのお父様かなり頭はいいわよ。日中のやりとりは多分使用人の誰かに聞かれてお父様に報告されてたのよ。なんてこと。お父様の遺産が目当てで騒いでることはもうバレバレってことじゃない。ああ、なんてことよ。お父さんの耳に入ったとまだ決まったわけやない。いいえ、入ってるに決まってるわ。兄さん以外の全員がお父様は死んでいると言い切り、お父様の健在を信じなかった。ああ、もう終わりだわ。お父様は宣言するのよ。兄さんこそが後継ぎで、私たちには片翼を身にまとう資格もないと宣告するのよ。ああ、私は姉さん、しっかり。ローザさん、マリアちゃんは本当にお父様に傘をもらったのかしら。え、どういう意味。マリアちゃんはお父様に会ったかもしれない。でも私たちは会ってないわ。マリアちゃんがそうだと主張しているだけよ。そんな、マリアが嘘をついているというの。落ち着けよローザ、マリアちゃんが嘘をつくとは言ってねえ。だがマリアちゃんは素直な子だろ。例えばだが、
ゲンジさんあたりが、この傘はおじい様からマリア様に渡すように言われましたみたいなことを言ったら、マリアちゃんは親父に会ったわけでなくてもおじい様に傘をもらったって言うかもしれねえぜ。そうね、その手が考えられるわ。だがな、マリアちゃんはこう言ったんやろ。おじい様がやってきて傘を渡してくれたと。ええ、そう言ったわ。おじい様から直接受け取ったとはっきり言ったわ。直接か、お手上げだな。下手な考え、休むに似たりとはよく言ったものだわ。ちょっと考えてみたら、傘がどうこうなんてどうでもいい問題だわ。どうしてよ。マリアちゃんが兄さんに買収されて、あたかもお父様が健在であるかのように嘘を頼まれたかもしれないでしょ。母さんが確かにお父様から渡されたなんて証拠どこにもありはしない。マリアちゃんが誰から傘をもらっていようとも、あるいは傘なんかそもそももらっていなかったとしても、お父様はもうじき現れる。現れたお父様の前に傘の問題なんて全くどうでもいいこと、つまり傘の問題が取り沙汰されるのはそうでない場合ということよ。そうでない場合ってのは何のことだ。そうか、わかったで。キリエさんが言いたいのはこういうことやろ。お父さんもうすぐ出会ってくることになっとるが、また難癖をつけて結局現れん可能性がまだ残ってるっちゅうことやろ。そうか、そうよね。私たちの追求に、兄さんが苦し紛れの時間稼ぎでお父様が現れると出まかせを言ったのかもしれない。やっぱりお父様はすでに亡くなっていて、兄さんは今なおまだ健在であると嘘をつき続けている。つまりお父様が現れれば全ての策は通用しない。考える必要もない。私たちは訴状の魚、運を天に任せてお父様との直接交渉に臨むしかないわ。それこそ土下座と原骨を覚悟してお金を無心するしかない。でも逆にお父様が現れなければ私たちの当初の作戦は何も揺るがない。なるほど。つまりどっちに転ぼうとも今更あたふたする必要は何もないってことね。そういうこと。お父様が現れれば本来の親族会議が行われるだけの話。現れなければ私たちは引き続きクラウス兄さんを追求すればいいだけの話なのよ。お父さんの機嫌が急に悪くなってみたいなクラウスさんの言い逃れを決して許さんようにせんとな。どうやら私たちが本当に検討すべきは、兄さんがどんな策を弄してこの場をごまかそうとしてくるかよ。往生際の悪さは私が一番よく知っているわ。お父様がお元気なら私たちは土下座してお金を無心し、クラウス兄さんの茶番だったなら私たちは醜い兄弟喧嘩を再開し、はあ、今年も素敵な親族会議になりそうね。だな、下手な考え、休むに似たりってわけか。もうじき22時だな。兄貴に催促してみるか。あなた、落ち着きなさい。もう今さらジタバタしても始まらん。ゲンジさんに任せよう。もうじき10時ですね。
礼いたします。戸締まりの見回りが終わりました。ご苦労だった。こんな時間まで申し訳ないね、熊様さん。いいえ、こう見えてもまだまだ夜更かしは得意でございますので熊沢についてだけは立ち合いを外させてもよいのでは。さすがに体に応えるでしょう。使用人も全員揃えろとの命令だ。逆らえん。徹夜はこう見えても強いんですよ。旦那様もサバをもりもり食べれば夜ももっとたくましくなれますよなるほど。まだまだお元気でおられる。100歳になっても元気でお勤めに違いない。奥様、勝手ながら軽食の準備をさせていただきました。いつでも配膳できますので、ご指示を頂戴できればと思います。ありがとう。やはりあなたは気が利きますね。他の皆さんにコーヒーのおかわりを進めてください。かしこまりました。失礼いたします。お子様方をゲストハウスへお送りいたしました。ご苦労でした。今夜は特別な晩です。緊張感を欠かさないように。はい、かしこまりました。奥様、兄さん、もう時間だけれども親族会議まだ始まらないのかしら。主賓の到着が遅れている。しばらく待ちたまえ。いつまで？悪いけど時間を切ってもらうわよ。お父様がなかなか来ないなんてのを延々と続けて夜明けまで待たされたらたまらないわ。親父殿のお越しになる時間を私が約束などできるものか何を焦っているのだね。まずはコーヒーでも飲んで落ち着かんかね。兄貴、俺たちは親族会議のために集まってるんだ。茶番じゃない。あと30分は待つ。だがそれでダメなら書斎に押しかけさせてもらうぜ。押しかけるとは物騒な。当主様への敬いにあまりにも欠ける行為です。そうよね、ごめんなさい。あと30分はおとなしくしてるわ30分後にも同じ笑いが浮かべられるか楽しみだわ。親父殿が死んでいると本気で信じているのか。それを今さら議論する気はないわ。お父様がここにやってくればいいだけの話。兄さんを言いまかす必要なんて何もないもの。後宮家当主は正当なる人間、
正当なる手続きをもって継承される。お前が何の策を弄したところで何も抗えんよ。もちろん私もな。何をわけのわかんないことを。今まで散々自分こそが次期当主だと威張ってきたくせに。お前の言葉をそのまま返そう。それを今さら議論する気はない。親父殿がやってきて自らの口でそれを宣言すればいいだけの話だ。お前を言い負かす必要などどこにもない。だったかな。皆様、ご着席を。栄光ある後宮家の当主にして金色に輝ける六軒島の領主後宮金蔵教のおなりであります。ようこそ諸君、六軒島へ。何を怯えた顔をしておるのか、エヴァ。いえ、そんな怯えてるなんて。お父様が大変お元気そうなのでほっとしただけで。おおエヴァ、お前は相変わらず面白いな。クラウスとの賭けに負けて悔しいと素直に言えばよいのに。言えないよな。さて、我が息子たち、娘たち、そしてその伴侶の諸君、お前たちの就寝している我が財産と当主の継承について
今宵は重要な発表をしようと思う。まず最初に、私はひどく失望していることを伝えようと思う。それは、今日まで誰にもあの碑文の謎を解くことができなかったということだ。私はあれを解けた者に全てを譲り渡すつもりでいた。しかし今日までに誰も解くことができず、我が全ては誰にも継承されることなくここに至っているわけだ。情けない。お前たちの中にそれを受け継ぐ資格を持つ人間が現れなかったことが、私は心底残念であり、そして情けなく、ざまあないと思っている。よって私は碑文の謎にて我が継承者を選ぶことをここに中止することを宣言する。つまりはタイムオーバー、ゲームオーバーというわけだ。残念だったな、お前たち。お前たちには等しく公平にチャンスがあったはずなのに、それが今ここに消えた。ならば当主は長男のクラウスに継承されるのか。答えはノーである。え、分かっているよな、クラウス。お前には確かに次期当主という肩書きを与えた。だがお前はそれに溺れただけだ。次期当主というのはどういう意味かわかるか。お父さんの後を継ぐという意味です。違う。次期当主というのは当主が約束されたものではない。いいか、クラウス、二度と教えないからよく聞けよ。次期当主というのはな、自分以外にも当主を狙う奴がいたら、その花を徹底的にへし折って二度と逆らえないようにしてやる奴のことを言うのだ。これは何も当主だけのことではない。金についても言える。金持ちというのは金を持っている奴のことではない。自分より金を持っている奴全てを叩き潰し、そして誰よりも金をかき集められる奴のことを言うのだ。才能も同じ。天才とは才能に秀でた奴のことではない。自分より秀でた奴を全て叩き潰し、自分を天才と全ての人間に呼ばせることを力とカリスマで強要できる奴を指して言う。お前はその全てにおいて勘違いしているのだよ。だから次期当主の器ではないのだよ。勉強になります。
このような不甲斐ないクラウスに後宮家の全てを継承する資格などない。ならばエヴァ、ルドルフ、ローザの三人にはあるのか。これもノーである。碑文の謎を解けず、さりとてクラウスを引きずり下ろす策も労せず、お前たちにできたのは三人寄せ集めで共同戦線を張ってクラウスから金をせびろうとしたことだけ。しかもその策も浅はかそのもの。クラウス一人を追い詰めることさえできやしない。情けないことこの上なし。慈悲当主の座をどんなことをしてでも奪い取ろうという貪欲さが足りぬ。欲しい者のためにはいかなる犠牲も払い、どこまでも貪欲となるべし、強欲となるべし。幸運の女神は貪欲なる者にこそ微笑む。その野生の精神がないお前たち三人にクラウス同様に継承の資格などありはしない。まさか誰にも引き継がないからと財産を全て慈善団体にでも寄付するとか言い出すつもりじゃないでしょうね。お父様ならやりかねないという恐怖はあるわ。頭に血が昇ってるだけさ。しばらくは聞き流すしかねえ。では王道さん、次期当主についてはどういうお考えをお持ちですか？お前たちに完全に失望した以上、私は誰に引き継ぐ気も失った。よって、後宮家はこれで終わる。私の代で終わりだ。そういうわけには。後宮家など、あの震災の時にとっくに滅んでおるわ。今の後宮家など、私が束の間だけ見ている黄金の幻想に過ぎぬのだ。私が夢より覚めれば終わる程度のもの。この世など全ては夢、幻、生など死という目覚めの前には白昼夢と同じよ。ああそうだ、元よりそうだったのだ。私が死ぬ時に全てを失うのがベアトリーチェとの契約、そして呪い。そうはいくか、ベアトリーチェ。お前を捕らえるのはこの私だ。今宵それは現実となるだろうか。お前たちのような愚かなる息子たちなどまさに白昼夢。初めからいなかったも同然よ。消えろ、覚めろ、真実の私のまどろみと共に消え去ってしまえ。私を継承するに値する何者も築き上げてこなかった出来損ないどもめ。金蔵さん、よろしいかな。何か我が友よ。
金蔵さんの気持ちもわかる。子供たちを愛するがゆえに大きな期待を寄せ、それゆえに期待を裏切られたような気持ちになる親心、同じく子供や孫を持つ身としてよくわかります。しかし金蔵さんは非凡だ、天才だ。そんな金蔵さんに追いついて当然というんではちょいとひどすぎるんじゃないかね。それでもそんな金蔵さんに追いつこうと、クラウスさんもエヴァさんもルドルフさんもローザさんも、そしてその伴侶の皆さんもよく頑張っています。ほほう、よく頑張って、どの程度の金を稼ぎ上げたというのか。事業にことごとく失敗して借金を抱え、未だに私のすねをかじろうという間抜けどものどこがよく頑張っていると言えるのか。この世のすべては金として結晶しているのだ。それがつかめぬということは、この世をつかんでおらぬということ。魂がこの世をしっかりつかんでおらぬということは、生きるに値せぬということだ。消えろ、我が生と現実から消え去ってしまえ。それは暴論です。その理論から言ったら、私だって生きていてはいけないことになる。そんな私でも金蔵さんと過ごしたチェスの時間は共に価値あるものだったと信じていますぞ。世の中お金で買えないものもたくさんあることを金蔵さん自身が誰よりもご存知のはずだ。ん？ふん。確かに息子さんたちは金蔵さんほどの財は築き上げられなかったかもしれない。まあそれでも私から見れば羨ましいほどのお金持ちではありますがな。しかしお金だけでなく、お金では買えないたくさんのものを築き上げました。それについて言えば金蔵さんにも負けないくらいです。ほう、金で買えぬ何を積み上げたというのか。幸せです、家族です。彼らは素晴らしい伴侶を見つけ、子を産み、それぞれの幸せな家庭を築かれています。あなたの一族を繁栄させ、そして孫を連れ帰ってきてくれました。孫はいいですぞ。私たち年寄りは、私たちには見ることもかなわぬ新しき時代を生きるだろう若き孫に無限の未来を想像するのです。それは老境の唯一の楽しみではありませんか。思い出しなさい金蔵さん、彼らが初めて孫を連れて帰ってくれた時の喜びを、息子さんたちは、そして孫たちは金蔵さんの偉業を後の世まで伝え模範としてくれることでしょう。それはお金がいくらあろうとも孤独なる身にはなせぬことです。それはつまり、私が成した巨万の富の代わりに、金を儲ける代わりに孫を儲けたと、そういうわけか。いえ、そういう意味では、私が稼ぎ上げた数百億という財産の代わりに、息子たちは一人ずつ孫を儲けたというわけか。それは素晴らしい。
つまりは100億を投じて命を一つ生み出したと、そういうわけだ。これは面白い。錬金術的に考えて実に面白い例えではないか。ほう、なんと価値ある孫たちなのか。素晴らしい、素晴らしい。そうなのか、クラウス。お前の娘には100億の価値があるというのか。ジェシカは100億のお金を積まれても手放せない娘です。その意味においてお金では数えられない価値があると信じています。ほう、100億の価値があると言い切るか。ほうほう、エヴァはどうか。お前のところのジョージはどうだ。お父様、ジョージには100億の、いいえ、それ以上の価値があります。それはお金で買えないという抽象的な意味ではありません。ジョージは必ずや自らの価値に等しいだけの財産を築き上げるでしょう。お父様の偉業を継ぐにふさわしい孫となるはずです。なるほど。ならばルドルフはどうか。お前のところのバトラはどうだというのか。うちのバトラはジョージ君に比べられちゃ威張れることは何もね。誘拐されて身代金を100億よこせと脅されたらのしをつけて進呈したい程度のやつではある。さらにバカで無鉄砲だ。偉そうな夢やできるわけもねえことを語り出す。その一点においてはバカ100億人分に匹敵する大バカだろうさ。バカもできねえ凡人どもが100億人束になってもできねえことをきっとあいつはやり出すだろうよ。ま、俺はどうせこけるだろうとは思ってる。世の中は甘くねえ。しかし100億の凡人を眺めるよりは奴の人生は干渉して愉快なものになるだろうことだけは疑ってねえぜ。マリアはどうか。マリアは私の可愛いたった一人の娘です。お金の価値で測れるものではありません。それだけです。ふん、なるほど。夢と未来、奇跡と可能性は我が魔力の源泉だ。希望をなくしていかなる魔法も力を持ちはしない。ふん、すでに凡客であることを証明してしまったお前たちには何を期待することもかなわない。なるほど。孫たちには未来の可能性があり、魔法的奇跡を期待する価値はあり得るというわけか。それをもって100億以上の価値と言ってみせるなら、わからぬでもない。
考えを少し改めよう。お前たちに我が全てを継承する気は全くない。しかし、孫たちの誰かにその資格があるかどうかを問うのはなかなかに面白いことだ。いつまでも子供だと思っておったが、ひょっとすると私を驚かせるような原石のきらめきを見せてくれるかもしれぬ。そしてそれを期待し試すのは、なるほど、我が余生最後の道楽としても捨てがたい。さて、これはどうしたものか。ジョージならお父様の後を継ぐにふさわしいと私は自信を持って推薦できます。勇ましいではないか。ではこうしよう。後宮家の家督と財産のすべてを受け継ぐ資格があるかどうか、孫たちに個別に問おうではないか。お父様。しかし、それはお前たちの誰かに間接的に家督を引き継ぐという意味ではない。お前たちにはすでに失望しているのだ。お前たちに与えるものは今や何もない。何もな。私が問うのは孫たちだ。そして引き継ぐかもしれないのも孫たちだ。それを決して勘違いするな。お父さんの判断に従います。同じくだ。親父の決定に従うぜなあ姉貴。もちろんよ。お父様が賢明な判断をされると信じています。私もお父様の判断に従います。孫たちをどのように試すかは考えよう。そしてそれはお前たちには今更関係のない話だ。当主継承とお前たちはもはや何の関係もないのだから。だからこの場ではお前たちに関係のあるもう一つの話をしようではないか。もう一つの話とは？それこそが今宵の、そして後宮家最後の親族会議の本当の理由だ。お前たちに求めるのは議論でも意見でもない。我が儀式に協力を求めるためだ。儀式？静かに。お父様がお話をなさっている最中よ。お父さん、儀式とは一体？私たちに協力できることなら何でもご協力しますねえ、ローザ。ええ、でも一体何を？私が碑文に刻んだ通りの儀式だ。ベアトリーチェを蘇らせ、黄金鏡の扉を開く儀式である。肉体の檻を逃れ、私の指の隙間を嘲笑うようにすり抜けるあの魔女を今度こそ捕らえ屈服させる私の最大の秘術だ。そのために13人もの命を生贄に捧げねばならぬがな。
13人もの生贄は容易には集まらん。しかし今宵は親族会議、これだけの大人数が六軒島に集まった。この儀式が行えるのは今日を置いて他にないのだ。しばらく黙って聞いてやる。ごめんなさいお父様、どういう意味でおっしゃられているのか分かりかねます。何が分かりかねるというのか、私は至極単純に話している。ベアトリーチェをよみがえらせる儀式のためにこの島にいる人間から13人を選び生贄に捧げようと言っている。何の価値もないお前たちも我が儀式の生贄としてなら大いに役に立てるというわけだ。聞け、これは冗談でも何でもない。我が人生の最後に欲する最後の賭け、最後の儀式である。この島には今13人を超える人間がいる。つまりこの膨大な数の生贄を容易に満たせるだけの頭数が存在するというわけだ。お前たちは我が儀式の生贄となれ。金蔵さん、あんたまさかあの話は本気だったのかね。冗談ではなく。すまんな我が友よ、あれは冗談でも何でもない。我が生涯を賭して最後に挑む儀式でありゲームなのだよ。そう、これはゲームだ。お前たちにとって我が財産を得て島を出ることがゴールならば、それを達する方法は二つしかない。13人の生贄から逃れ見事生き残り、今さらながら碑文の謎を解いて儀式を止めてみせるか、私を殺しこの儀式を止めてみせるか、この二つしかない。お父さん、少しお疲れなのでは。源氏さん、お父さんは少し酒を。いいえ、親方様はご名席であらせられます。悪いけど親父、何を言い出すのかさっぱりだぜ。親父が愛する魔女をよみがえらせるためにどんな怪しげな儀式を追っ始めてもそりゃ自由だぜ。親父の趣味なんだから。だがそいつに巻き込まれて生贄にされるのはまっぴらごめんだぜ。ルドルフ、お父様の話に口を挟む気？何言ってんだ姉貴、こんな物騒な話に。はいそうですかでうなずけるわけねえだろ。私からの話は以上だ。
意義も意見も何にも必要はない。4人の不出来なる息子たちがいたという私の夢が覚めるだけの話なのだ。お前たちにとってこれより目の前で起こることはまさに夢、幻、あるいはこの世のものと思えぬ理解に及ばぬ世界だろう。しかしそれこそが我が現実。お前たちという出来の悪き浅い夢は今こそようやく覚めるのだ。さあもうゲームは始まっているぞ。これだけいては誰から命を奪えばいいものやら。さらばだ出来の悪き息子たちよ。そして生涯でただ一度、そして最後に私の儀式のために役に立て。いでよペンドラゴンの記念兵たちよ。ここにであります。お前たちには6人の射殺を許可する。標的は自由だ。攻撃開始。自由射撃了解であります。良き標的に感謝かっこ自由射撃開始。にひ一番乗りだに。シャッハ。射撃。
のまねです。アホ、はよ逃げるや。三人であるぞ。お父さん、これは何の真似です。そんなに追いたい？
着弾命中。ほほう、元姫、これは運が悪い。安らかに眠れ、我が友よ。そなたの死は無駄にはならぬぞ。我が愛しき魔女復活の重要なる13の鍵の一つとなるのだから。源氏様、僕たちなんて所詮は魔女の駒なんだ。所詮背に隠れ怯えてきたお前に宿る人生最後の国旗を見せてみよう。
防衛射撃資金団のグレーをお詫びするであります。構わぬ。これで6人であるか。はい、ゴールドスミス卿、これで6人であります。第一の番の生贄はエヴァにルドルフにローザ、ナツヒ、キデイヨシ、そしてゲンジであるか。いよいよに幕を開けたぞ。ベアトリーチェを蘇らせる儀式の始まりだ。運よく第一の番を逃れた者たちに我が友人たちを紹介しようではないか。入れよ、我が友よ、炉の上。皆様方、はじめまして。そしてご無沙汰の皆様におかれましてはごきげんよう。これはまた派手に散らかされましたよって。いよいわ、我が白昼夢のごとき日々を覚ますにはこの程度の刺激が必要だ。紹介しよう。我が友人であり、頼れる執事であり、72柱の大悪魔である炉の上だ。以後お見知りおき。源氏には挨拶が叶いませんでしたか。せめて苦痛なく役目を終えられたなら良いのですが。頭部直撃弾にて即死でした。苦痛を味わう暇もありません。そうですか、結構です。続けて友を紹介しよう。入れよ、我が友ワルギリア。召喚を感謝します、親方様。許されるならばこのような血なまぐさき場に呼び出されたくはありませんでしたが。こやつも紹介しよう。我が友であり、頼れる相談役でもあるワルギリアだ。偉大なる幽玄の魔女であるお前の力を我が儀式に借りたい。その力を貸せ。お断りしようにも、あなたの強力な召喚霊族下にある身ではそれも叶いません。御意に、親方様。それにしても恐ろしいお方だ。シエスタの姉妹兵を3人も召喚し、私に加え、さらにワルギリア様までも召喚せしめるとは、召喚という能力においてのみとはいえ、お嬢様をもはるかに上回るとは恐ろしい。後ろ宮の地に戦慄を覚えます。ベアトリーチェ復活の儀式を執り行うために、私は召喚師としての全てを尽くすだろう。まだ足りぬな。この度の儀式の完璧なる遂行のために、さらに召喚しよう。
ペンドラゴンの記念兵に、炉の上にワルギリア、まだ呼べるぞ。我が魔力ならまだまだ呼べる。我が召喚に応えよ。72柱が一人、ガープよ。ガープをあれまでも権限できるというのですか。さらにこの島の侵食が進んだということでしょう。私たちが権限できているほどです。今さらどんな大悪魔が呼び出せたとしても驚くには値しますまい。もはや六軒島は完全に異世界に飲み込まれているということですか。彼は屈服しないと良いのですが。前回たっぷり入れ知恵をなされたでしょう。この程度では今さら屈服しますまい。おそらくです。さて、私たちはこの舞台を楽しもうではありませんか。今回の主人公はどうやら親方様のようだ。お嬢様とは一味違った脚本に期待しましょう。よくぞ我が呼びかけに応えた。72柱の大悪魔が一つ、ガープよ。すごいところに呼び出されたものね。この血まみれの部屋を掃除するために私は呼び出されたのかしら。ゴールドスミス。そのためだけにあなたを呼び出すとしたら、それはまるでカシミヤのマフラーで雑巾掛けをするようなものですよ。お久しぶりですね、ガープ。あなたのような大悪魔がとうとうこの島に現れてしまうなんて、いよいよこの島も幻想に沈むのでしょうか。部屋の惨状よりもこの豪華キャストの方が驚くべきね。シエスタ姉妹が3人もいて、大悪魔炉の上に大魔女ワルギリアに、私まで。これは何事。ここはパンデモニウム。地獄の演奏会でも始めるつもりかしら。なるほど。そこで指揮棒が震えるのはあなたぐらいしか思いつかないわ、ゴールドスミス。そなたにはベアトリーチェをよみがえらせる我が儀式遂行のための信仰役として協力してもらう。我が召喚契約に依存はないな。依存も何も、天下の大魔女ベアトリーチェを使役した伝説の大召喚師ゴールドスミス教の召喚霊族に私が抗えるわけもない。協力はするわよ、もちろん。見合ったお代もいただくけどね。で、最初の仕事は。第一の番を免れた間抜けどもを捕らえよ。幸いにもここにはまだ7人いるではないか。南条にシャノンにカノン、ゴーダに熊沢、キリエにクラウス。ほう、この7人を丸々生贄に捧げればちょうど13人だ。第二の番以降を実行するタイミングが訪れるまで生贄の檻に放り込んでおくがよかろうが。カシミヤの雑巾掛けね。了解したわ。一丁上がり。
鈍ったわ。二人逃がした。ご安心を。逃走目標を捕捉中であります。データリンクよし。にひ狙撃しますか。いいえ、それは許可できませんよ。貴重な生贄です。親方様の許可を待つように。大ゴールドスミス卿、指示を待ちます。第二の晩の訪れにはまだ早いと我が魔力の源泉が囁いておるわ。今はならぬ。好きにさせてやれ。どうせこの島からは逃げられぬわ。親方様の魔力の源泉とはすなわちノイズとリスクと運試しつまりは気まぐれというわけですか。そうとも言うかもしれぬ。ガープ、ご苦労であった。儀式はこのまま着実に進めよ。さて、それはそれとして、次は我が孫たちだ。次期当主たる資格があるかどうかを試す。はてさて、どうやってその資質を確かめたものか。その資格があると判断されたなら、ベアとの復活を断念されるおつもりで。無論だ。にもかかわらず試す。女の身にはわからぬであろうな。この矛盾、我が狂気など。相変わらず、男ってどこか変ね。リスクを遊ぶという概念、わかりかねるわ。おやおや、あなたはそういうのが大好きかと思っておりましたが。もちろんよ、男に。危険なリスクと一緒に恋をささやかれたらキュンキュンしちゃうわ。ただし、イケメンに限る。お静かに、死後は慎むように。実にかしましい奴らだ。だが少なくとも退屈はせぬ。これだから召喚は愉快なのだ。そなたらには我が儀式のノイズとリスクの天秤の片側を担ってもらうぞ。その働きに期待している。これにて第一の番、いよいよ開幕開幕。金蔵め、相変わらず派手を好む男よ。付きまとわれればしつこいことこの上なき男も、舞台の上ではこれほどまでに映えるというのか。くそ、相変わらず黒い殺し方ばかりしやがって。頭部半壊だ。てめえら魔女ども悪魔どもの悪趣味には相変わらずうんざりさせられるぜ。頭部半壊。なるほど、これまでのゲームで一番理想的な殺し方がこれだと気づいたわけね。理想的？このひでえ殺し方がどう理想的だってんだ。実に理想的じゃない。一番最初のゲームを思い出してみるといい。お前はさっき登場しやがった新しい悪魔とかいうやつか。クソ、また魔女の侵食が進んで
ろくでもない奴が増えたというわけなのか。いかんぞ、まだまだ増やすぞ。人間どもの語るクローズドサークルなる間抜けなルールをわらわがいくらでも気がしてやろうぞ。よく来たな、我が優雅なるゲームへ、ガープよ。お久しぶりね、リッチェ。お元気だった？というか随分元気そうじゃない。あなた若返った？私が知ってる頃より200〜300歳は若々しいわ。ああ、なるほど。ベアとの友人らしいな。ってことは、輪をかけてろくでもねえやつってわけだ。しかし、クローズドサークルが何とかって言ってやがったが、どういう意味だ？今の六軒島のような外界から断絶された場所で起こる連続殺人ミステリーはクローズドサークルとも呼ばれるわ。外界からの断絶、つまりは閉じられた輪の世界というわけ。故に登場人物と容疑者は限定されるのが一般的。にもかかわらず、新しい容疑者候補が次々に輪の外から追加されていくのはミステリーの作法に反する。つまり人間とミステリーに対する魔女の冒涜ってつもりなんでしょうよ。あなたがグレーテル？なるほど、賢い子みたいね。そういう子は好きよ。舌が甘くてとろけるから。気色悪い、冗談は吹くだけにしておいて。デビリッシュプリティの最新作、ジャック・ザ・リッパー・クリスマス・ブラッド。人間界の田舎娘には理解できないセンスでごめんね。通気性がいいのだけは理解できたわ。ついでに頭にも切れ目を入れたら、脳みその通気性も良くなるかもね。ガープは魔界の流行にいつも敏感でな。しかし今年の流行りも実に大胆だ。わらわも一度ぜひ取り寄せてみるとしよう。リーチにはアリグレがおすすめね。アリス&ザ・グレイブヤード、今度一緒に666にも洋服見に行きましょうよ。たまには魔界にもいらっしゃいな。このゲームを終えたらぜひそうしようぞ。それにしてもリーチの対戦相手のお二人はなかなか可愛いわ。この子なら頭部半壊死体にどういう意味があるか察しがつきそうね。わかる？お嬢ちゃん、さっきこいつは一番最初のゲームを思い出せと言ったらどういう意味だ？言葉通りの意味よ。一番最初のゲームは第一の番を思い出して、大人たちの死体が魔法陣の描かれた園芸倉庫の中で発見された時のことを覚えてる？
あの時、あそこには2種類の死体があったわ。それは、顔面を粉砕された死体と、側面を粉砕された死体の2種類。そうだ、顔面粉砕は、ルドルフ、キリエ、ローゼ、ゴーダの4人。側頭部粉砕は、クラウス、シャノンの2人だ。わらわも、あの時点では気まぐれに生み出した2種類の死体であったが、より残忍な死体である前者の方が、わらわにとってむしろ不利であることに気づいたのだ。ベアトにとって不利？そうか、そういうことか。第一のゲームの時にも、もしも推理バトルが行われてたなら、俺は多分、親父たちの死体を本人確認不能のため、偽装死体の可能性もあると主張していたかもしれない。何しろ、あのゲームの時には、ベアとは一切、赤での発言もしていない。お上手よ。それで正解。偽装死はミステリーの基本の一つ。たとえ医者に検証させたとしても、犯人とグルを疑われればその結果は信用できない。つまり確実な死を保証できない死体は常に魔女サイドを不利にするということ。あらゆる死体について偽装死を疑い、その後の事件の犯人に想定することができる。バトラの嫌う手だけど、魔女に対する最も初歩的な一手。ああそうだ、だからベアとは赤を使い出した。赤き真実で完璧な検証を行うようになったんだ。そういうことだ。本来ならば、この第一の番の惨劇に対し、わらわはすぐにでも赤き真実を得、この度の6人の死亡を確定させるところである。しかし知っての通り、今回のわらわの戦法はこれまでとは正反対、赤き真実の兵糧攻めといったところ。そなたが反撃の拠り所にしようとする以上、わらわは容易には赤を使わぬ。必要最低限の赤にて、たった一箇所だけほころびさせればいい。つまり、わらわは究極的に言えば、そなたのあらゆる密室の推理について、あらゆる暴言を許せども、そのうちの一つを、たった一回の赤き真実にて打ち破るだけで良いわけだ。散々俺をいたぶってきやがったくせに、俺が反撃に使い出したら今度は引っ込めやがったってわけだ。ふざけやがってよ。とにかく赤を使いたくない。蹴散りたい。バトラをいじめてやりたい。しかし赤を使わずに確実なる死を保証するにはどうすればよいの。わらわは悩みに悩んだわけだ。そのアイデアをガープがくれた。実に簡単な方法だったのだ。当たり前なことを言ったらリーチがひらめいただけよ。私は誰にでも容易に身元の判別と完全なる死が理解できる死体を用意すればいいと言っただけ。つまりはその2つを合体させたわけよ。身元の判別に必要な顔と、完全なる死の象徴である魂の器たる頭部の粉砕。この二つを左右ぴったり綺麗に合体させたら、あら不思議。この頭部半壊死体がパーフェクトであるという答えが出たわけだ。お前絶対二色パンとか二色アイスが好きだろ。欲張りな子供趣味丸出しだぜ。いずれにせよ、たとえ頭部が半壊していたとしても、
現時点では彼らが死んだとみなすべきではないわ。分かってる。ベアートがもったいぶって赤での宣言を拒む以上、全ては疑ってかかるべきだ。もちろんシエスタの太もも姉ちゃんたちの魔法殺人だって鵜呑みになんか絶対しねえぜ。本当に慎重になったこと。最初のゲームの頃だったなら何でもかんでも鵜呑みにしてくれていたのにね。公敵手はこうでなくては面白くないというものよ。今は赤がないことを幸いに、自由な想像を広げ好きに推理を重ねるがいい。一番サイン、一番おいしいところで、バッサリと赤き真実にて叩き切ってくれようぞ。